大引刑事、大引刑事、大引刑事、1984年6月29日帯は、大阪府大阪市住吉区出身プロ野球選手、内野手、右投げ右打ち、東京ヤクルトスワローズ所属。創建2000年の歴史を持つ神住地神社の宮司の、次男として生まれ、物心ついた頃から、恒例行事や大晦日には神社を手伝っていた。 大阪市立長井小学校1年時に、住吉連盟の大阪ゴールデンファイヤーで、軟式野球をはじめ、投資兼遊撃手を務めた。中学時代は、公式野球の住吉大和川シニアに所属し、遊撃手として全国大会に出場。何わ高校では1年夏からベンチ入りし、1年秋から遊撃手のレギュラーの座を獲得。2年春の、 第73回選抜高等学校野球大会に出場し8強入りに貢献。3年夏の大阪大会では5本塁打を放った。高校通算15本塁打。法政大学、法学部政治学科進学後は、1年の東京を6、大学野球春季リーグ開幕戦で9番、三塁手としてデビュー。以後不動のレギュラーとして活躍し、3年時の秋季リーグでは、 同行5年ぶりとなる優勝。4年時には、首相となり春季リーグで2期連続優勝を達成した。大学では、首位打者を2度、最多打点と、最多盗塁を1度ずつ記録し、ベストナインには5度選出され、小早川武彦が作った、チーム最多安打記録、114を更新し、慶応義塾大学の高橋義信を抜いて、リーグ歴代単独4位となる。 通算121アンダーを記録した。リーグ戦の通算成績は、98試合出場、365、打数121アンダー、打率、331、5本塁打六62打点。11月4日に、明治神宮外苑総研80年記念で、行われた東京ヤクルトスワローズと東京6、大学選抜チームとの試合では3対2で6。 大学チームが敗れたものの、大引き自身は、先頭打者本塁打を含む3安打を記録た。11月21日に行われた、プロ野球ドラフト会議、大学、社会人他大対象にてオリックスバファローズから3巡目、指名を受け入団した。背番号は10。3月24日の開幕戦に8番、遊撃手として、先発出場。オリックスで新人が、 開幕戦に先発出場したのは、指名打者で出場したの後藤光尊以来、遊撃手としては野田口総以来だった。プロ初打席で、斉藤和美から初安打を記録し出塁すると、直後に初盗塁を決めた。7月6日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、長い例からプロ初本塁打。シーズン通して、遊劇手のレギュラーの座をほぼ掴んでいたが終盤は、調子を崩し、 好調だったこ藤に先発を譲ることも多かった。規定打席には2打席不足したが、最終的には、出塁率、329を記録するなど新人野手としては、トップクラスの成績を残した。リーグワースト3位、遊撃手としては、同2位の17失策を記録したが、レンジファクターでは、リーグの遊撃手の中1位だった。一方で打率、274に退治。 得点圏打率212とチャンスで打てなかったことなどの課題も残した。シーズン後の周期キャンプでは臨時コーチを務めたロサンゼルスドジャースストレングコンディショニングコーチのダグ・ジャローが俊敏性を試すために独自に考案した玉拾いテストでチームトップの好タイムを記録。素晴らしい才能を持った選手がいたと絶賛された。3月18日 阪神の選手などが多く所属するオフィス SIC とマネジメント契約を締結。同年の開幕戦には8番、遊撃手として出場。開幕直後は打撃不振に苦しんだが、徐々に復調。5月7日の千葉ロッテマリーンズ戦では、延長10回裏に、大木忠宏から、プロ入ル初のサヨナラ安打を放った。しかし、6月9日の阪神戦で、久保田俊幸から、 右手人差し指に支球を受けて骨折し戦線離脱。8月27日の福岡ソフトバンクホークス、戦で復帰し、以後は再び遊撃手のレギュラーとして出場。最終的には故障の影響もあって88試合の出場にとどまり打率。258に終わったが、得点圏打率。319を記録するなど、成長の後も見せた。は、故障者続出で、 チームが不調にあえぐ中、107試合に出場して打率、278と検討し、遊撃手としてのレギュラーの座を、ほぼ手中にした。しかし9月1日のソフトバンク戦で、カットをケースケから、左手首に支給を受けて骨折し、残りシーズンを棒に振ったため、またしても、規定打席に到達できなかった。8月25日の日本ハム戦で9回裏西に、同点的時だ。 延長10回裏にはサヨナラアンダを放ったが、シーズン中の得点圏打率は、221に終わったこと、自己アーストの84三振を期したこと、また校長時は、アンダを量産する、反面、一旦不調に陥ると、なかなかアンダが出ないことなどの課題も残した。一方、守備の面では再び、レンジファクター1位になった。は、開幕戦に9番、遊撃手として出場し、 3回裏に、岩隈久さから、同年のチーム初打点となる、先制的自打を打ち、完封勝利を挙げた、金子千尋と共に試合後にヒーローインタビューを受けた。その後は、打率が低迷し5月3日に2軍降格。交流戦で、先線復帰を果たすが、7月2日に、腰痛で再度ド登録ましょう。8月15日に1軍復帰したが、結局は、 プロ入り後最小の85試合の出場で、打率236と低調な成績に終わり、ただし得点圏打率は、302、山崎浩二、金子圭介との併用も多く、生有撃手不在の一員となってしまった。9月4日のソフトバンク戦では、杉内俊也の攻略の契機となる敵地打や、その後の決勝敵時打など3安打2打点と、活躍したが、 国書の影響による熱中症のため手足の痙攣を訴え、途中交代するという浮き目にもあった。ワニ番、遊撃手として開幕戦に出場したが、打撃不振により開幕5戦目に先発落ちした。その後しばらくは控えに甘んじていたが、交流戦前に、買い打戦で先発復帰し、8月以降は2番打者に定着した。この年は、 自身初めて規定打席に到達し、チーム最多の42ギダ、リーグ3位タイと52支球、リーグ7位をマーク。打率は244と振るわなかったが、得点圏打率は292を記録した。レギュラーシーズン終了後には、岡田明信監督から翌2012年シーズンの2番打者と、副キャプテンに指名され、周期キャンプに帯同した。オフには、 岸田守と共に、選手会副会長に就任。も、前年同様に2番、遊撃手として開幕戦に出場。開幕直後は高打率を残すも、緩やかに調子を落としていくが、坂口とも高や後藤の打撃不振もあって、5月5日の日本ハム戦では、プロイリアと初の一番車、5月19日の対東京をヤクルトスワローズ戦では、初の3番打者を務めた。 8月に入ると、さらに調子を落とし、8月29日に、腰痛のため登録抹消。シーズン終盤に一軍に復帰したが、結局は、規定打席に14不足した。一方で、自己最多の6本塁打を放っており、本拠地である、京セラドーム大阪では前年までの5年間でに、本塁打しか放っていなかった、この年だけで4本塁打を記録している。また、 7月27日の日本ハム戦では、自身初の右方向への本塁打を、7月8日のロッテ戦と10月1日の楽天戦では、決勝本塁打を記録している。オフには引退した鈴木文弘に代わって、選手会長に就任したが、1月25日に、八木友や、糸井義夫との交換トレードで、木佐ヌ博赤田翔吾と共に、日本ハムに移籍した。背番号は、 糸井の7を受け継いだ。なお日本ハム及びその全身球団の背番号7を内野手登録の選手が使用するのは、西恩寺明を1957年から1966年以来で47年ぶりである。移籍して臨んだは開幕から遊撃手のレギュラーに定着。5月20日の札幌ドームでの読売ジャイアンツ戦で、 杉内都也から遺跡後発本塁打を放つ。前半は、下位打戦後半は主に2番を任され、クリーンアップに入ることもあった。9月に、右肘及び腰の慢性的な故障が悪化し、登録を抹消されたが、自身2度目の規定打席到達を果たし、チームトップの二義打を記録。規定打席に到達しての100安打は、プロ入り発となった。出塁率、投塁は、 キャリアハイとなる成績をマークした。から、移籍2年目の選手としては、異例の首相を務めた。シーズンでは、自己最多の132試合に出場したが、前年と違って、打撃不振に苦しんだ。同年オフ、出場機会を求めて、国内 FA 宣言を行った。フルスのオリックスバファローズや東京ヤクルトスワローズ。 東北楽天ゴールデンイーグルスの3球団が興味を示し、それぞれと交渉を行ったが、11月25日に東京ヤクルトスワローズとの契約締結合意が公示された。契約は3年契約を結んだ。は、開幕からスタメンで起用されたが、5月4日の横浜 DNA ベイスターズ戦後、左脇払いとのため戦線離脱。 6月28日の巨人戦で一軍復帰した。復帰後は1割近辺の低調な打率を大幅に上昇させ、チャンスで主君打を放つ場面が目立った。最終成績は、キャリア最低の出塁率と守備率になり、講師とも期待を裏切る結果になった。9月10日の DNA 戦で2回に、石田県内から、ソロ本塁打を放ち史上30人目の全球団から、本塁打を達成。 通算32本類打での達成は、糸谷愛川良次の58本類打を大きく、更新する、史上最小通算本類打数での正記録である。愛称は、ビッキー、大学で首相を務めている時には、法政史上最高の首相、学生野球の関東大学からも賞賛された。プロ入り時の契約金8、0-0-0-0-0円、推定を、 ほぼ全学実家の神社へ収めた。ファンサービスに関しても積極的である。また、人権啓発運動にも2007年より毎年参加している。オリックス時代に1年後輩だった、小瀬博之を弟分として可愛がっていた。2010年の春季キャンプ中に小瀬が休止した直後には、自身のブログでなんでもっと力になってやれなかったのか。ただ、 自分の無力さを悔やむ。本当にすまなかったと、身近に言いながら、仲間を救えなかったことの自責の念に駆られていた。オゼの死後、オフには、シーズン終了の報告のために、オゼの実家へ訪れいる。この時に遺品を譲り受けており、2015年のセリーグ優勝時のビールかけでは、オゼのユニフォームを着用していた。2011年からは、小児がん専門治療施設、 公益財団法人がんの子供を守る会と NPO 法人チャイルドケもハウスへ毎年年間の安打数、ギ打数、義比数に応じて寄付を実施している。また寄付を開始した2011年にはがんの子供を守る会の子供を京セラドーム大阪の試合の招待も実施した。2012年シーズン終了後に結婚を発表した。打席に向かう際の登場曲はのあの 和の、モグラは鳥になるを選択している。ただし、2013年からラドウィンプスの君と羊と、青に変更になった。また、その縁で、2011年にはのあの輪がスタジアムに、来場して、同曲を披露している。大場翔太から、オリックス時代も含めて2009,2011,2013年の3回、頭及び上半身へ指揮を受けている。 2009年と2011年の際は両方とも、バントの構えを知っていた大引けの顔面に、大場の投球が直撃しものであり、2回とも大場は、危険球退場となっている。2013年は、大引けの左肘に直球が直撃している。2013年に支球を受けた際は、大引けが激高し、止めようとした山崎勝美と睨み合いになった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。